どうもこんにちは、こんばんは、ハンドです。お久しぶりのソードワールド PC、半年以上間が空いておりますが、すっかり忘れております。はい、前回は仕事が終わった後、ここでの仕事がないというところの確認までは前回の動画を見ました。はい、ちょっと回復した方がいいのかな。あ、でも精神力だけだったら移動すれば回復しちゃうんだよな。まあいいか。しかし生命点が低いね。なんかメンバー変えたくなっちゃうけどね。まあ今更か。今いる場所どこだっけ。なんか田舎ですね、これ。なんか途中ってわけじゃないよな。仕事終わったんだよな。じゃあまた仕事を探してうろちょろしましょうか。フロス。はいはい、フロス。ん？結構広いね。でも全然お客さん来てないけど。仕事の斡旋。ない。ないですか。お、人が。おい、知ってるか？フロスの南にある砂漠の穴がなくなってしまったんだと。一体何があったんだろう。ああ、前やりましたね。私に何かご用？仲間になる人を探しているなら私はいかがかしら？マイラ。かわいいですね。かわいいよ。ちょっと待って、セーブしてから、ちょっと誰を外そうかな。ハーザムとカリナか。カリナ、人間のシャーマン4のレンジャーさんか。ハーザム、ソーサラー4。エルフ育ち。こいつ、ちょっと、中途半端って感じもしなくもない。でも装備とかも結構いいしな。装備をね、置いてってくれってわけにもいかないか、やっぱし。ヒットポイントが低くてな。ちょっと一旦セーブしてみますか。一番にセーブで、ちょっと待って、この可愛い子ちゃん、可愛い子ちゃん。外す。てか、この人、何なんだろうね。性能がわかんないんだよな。まあ、とりあえず、じゃあ、カリナ外してみるか。あ、マイラ、さらに弱いじゃん。生命点9とか。ちょっと、能力は？ソーサラ1、シャーマン1。まあ、経験点はそこそこある。けど、持っている装備もやばい。これじゃあ、ちょっとね、やっぱ無理か、今さら。どこだっけ？ロード。ロード。これか。はい、すいません。違う町に行きましょうか。ボル、トイン、ホープ。トイン？トインどこ？トイン？あ、直接行けるのか。ボルにしよう。いらっしゃい。どんな用かね。何にも仕事はないね。何にもないわ。
そろそろ、メインシナリオに関わることをね、やりたいなという気もしないでもないんですけどね。赤花のゴブリン。マーファ神殿、ラーダ神殿、ブグの店。ブグの店行ってみるか。いらっしゃい。話はできないのか。持ち物を売る。結構ね、常に持ち物がいっぱいで困ってはいるんだよな。ブロードソードと銀のレイピア。当然、ブロードソードの方が攻撃力は高いわけですけど、魔法がかかってないっていう部分がね、悩む。ヒールロット。ヒール関係のアイテムいっぱい持っていますね。私。銀のショート、あ、レイピアいらないね。売っちゃおう。なんか、間違えした。エリクサーとかね、最後の最後まで取っとこうと思って結局使わないでエンディングを迎えるってことよくありますけど、なんか、それに似てるというかね、また使うかもしんないから売らないで持っておこうって。魔晶石もそうだよな。あんなに持っててもしょうがないのかもしんないけどね。いらっしゃい。赤花亭主人。おう。鼻が赤くないですね、この主人。何にもないのかい。そっかい。そろそろレベルアップした方がいいんだろうか。最近、ミドコで取れる魚の数が少しずつ減っているそうだ。ミードコは古代王国と関係が深いそうだ。ミードコね。なんか、関係あるんだっけ？メインのお話と。もうレベルアップしちゃおうかな。レベルアップすることによって、受けられる仕事が増えたり減ったりするみたいなんですけどね。バート、ファイター4、セージさん。ファイターをレベル5にしちゃおう。はい。で、残り5000。残り5000か。セージ。これ、セージはね、モンスターの名前が分かるか分からないかっていうのにね、影響がありますね。能力値、そうだな。何あげましょうか。あっ！すいません。失礼しました。ちょっと今、足をぶつけたら、時計が落っこってきました。ちょっとお待ちくださいね。すいません。はい、失礼いたしました。さあ、何をあげましょうか。ボーナス値が欲しいんだけど、6で割った数なんだよね。だから生命力が今18で、まあ、次にもしボーナス、生命力ボーナスを得たいとしたら、
まあここから6足さなきゃいけないわけですけど、それよりも攻撃に関する部分を上げた方がいいかな。器用度、器用度、どれを上げてもどうかなと思うんで、まあ、生命力と精神力はそのまんま、まあ、ボーナス値はともかくとして直接、生命って、まあ、要は HP と MP に直結しているので、そうだね、生命力上げようかな。残り2000ありますけど、これは取っておきますか。次、エリリン。エリリンもなぁ、久しぶりだな、エリリン。生命力、あ、ファイター、もう、エリリンもファイター5にしよう。はい。で、そうだね。筋力。筋力が、筋力が、あと、3上がると、あ？いいのか。3上がると、ボーナス値が1個上がる。じゃあ、それを目指すか。筋力。あー、高い！なんでこんな高い？そっか。ハーフエルフだからか。上げらんないわ。そうか。じゃあ、生命力上げちゃおうか。はい。次、バラム。プリストは5にな、あ、なってないね。プリスト5にしましょう。ファイターも5にしたいんだけど、まあ、ちょっと、当分先かな。8割3。8割シーフ、レベル5。はい。で、能力値。高えな。どうしようかな。どれを上げても当分、ボーナスは上がらないけど、まあ、そうだな。シーフだし、器用度上げとくか。カリナ、影の薄いキャラですけどもね、個性を感じないんだよな、カリナ。とりあえずシャーマンを上げる。レベル5になった。そしてレンジャーとしてはどうなんだろうな。それよりも能力値伸ばした方がいいかな。精神力。やっぱ魔法だよね。あ、でも待てよ。魔晶石があんないっぱいあるんだからいいか。生命力上げるか。どうしようかな。あとはとりあえず置いとくか。ファーザム、ソーサラー、あー上げられねえ。もうちょい頑張らないとダメですね。結局何も仕事はないのか。待てよ。あ、そっか。はい。じゃあ出よう。神殿で何か仕事はないかな。
マーファは偉大なり。か、あの、魔法。バート、エリリン、カリナ。使わない。自動失敗とか。バート、エリリン、カリナ。使わない。よし。ソードワールドの、いいところはね、レベルが上がると、レベル低い魔法の消費精神点、いわゆる MP の消費が少なくなるっていうのがいいね。まあ、その代わり最大 MP が増えないわけですけど。ボール。トイン。ん？なんだ？どこからか鹿の鳴き声に似た叫びが聞こえた。今の声はエルフの合図だ。エルフの合図って鹿の鳴き声に似てるんだ。誰かが助けを求めている。鹿、見えてたんじゃねえの。兄弟、加勢するぞ。ダークエルフがエルフを襲っている。ファーザムか。殺させないようにしないといけないよね。どうしようかな。どうしようかな。プロテクション。あ、襲われてる人に魔法かけたかったんだけどな。ちょっとやめよう。そうか。ダークエルフって魔法効きづらいんだよね、確かね。エンチェントウェポンで。バート、エリディン、バラム。あ、そっか、やっちまった。あー、もったいない。あー、忘れてた。あー、でもこっちに来たね。襲われてる人は放置してこっちに来てますね。魔法封じましょう。拡大。何匹いるんだ ?1、2、3。3人か、敵は。目標3人。あぶね！エリギンにかけるとこだった。攻撃するのにショートカットあったよな、これか。よし、強くなったな。よしよし、楽勝だな。タルフィー、危ないところを助かった。
礼を言おう。この辺りにダークエルフがいるなんて話はなかったはずなのに、どうしてだろう。あまり部外者に話すわけにはいかないのだが、恩人に説明しないわけにもいかない。実は私たちの村がダークエルフに、ね、狙われているのだ。ダークエルフは我らの領域を破って村を襲ってくる。村は停滞襲撃を受けているのだ。打撃を受けているのだ。私たちは助けが欲しい。私たちの村へ来てはもらえないか。私たちは戦える者の力が借りたいのだ。村へ来てはもらえないか。行きましょう。そうか。なら私の後についてきてくれ。はい。もう到着したのか。動くな!よそ者がどうやってこの村に来た?え、ちょっと待って。先に行ってよ。いいんだ。彼らは客人なんだ。客?万人は二三度八割とタルフィーを見比べたが、やがて立ち去っていった。村の奥にある大きな建物に長老がいる。来るがいい。あ、これ?なんか、そんな大きくないぞ。あ、でも、ん?ちょっとちゃんと案内してくんないかな。八割、まず長老と話をしてください。嫌です。サティラーサ、仲間の恩人とはいえ、お前たちは部外者だ。要件が終われば、早々に立ち去ってくれ。この人もなかなか、可愛らしいというか美しい方ですね。わしはこの村の長老、フィローオティリス。村の者を助けてくれたそうだな。礼を言おう。長老様、先ほどの話、ぜひとも。私は期待してはおらんのだが、我々エルフの民はよそ者を歓迎しないし、信用もしていない。だが今は特別の事態ゆえに、お前たちに頼みたいことがある。これが人に物を頼む態度でしょうかね。我々のこの村が、卑しきダークエルフに脅かされている。わしは友である木々の力で、この村を隠し去ろうとし、このタルフィにエルフの木、トネリコの実を取りに行かせた。しかしタルフィはダークエルフの待ち伏せによって傷つき、お前たちに助けられた。頼みとはタルフィに代わり、お前たちがトネリコの実を取りに行くことだ。報酬は我らが作った魔力のこもった品物を出そう。よかろう。詳しい場所は?トネリコの林は村から東に向かった谷合いにある。なるほど。一緒に行かないのか。ダークエルフはこの村にある水と土の精霊石を狙っているのであろう。トネリコの実は村の結界を作るためになくてはならないもの。どうか力を貸してくれ。わかりました、わかりました。なんだっけ、魔晶石の、ちょっと、装備ができているかどうか。できてないな。ファーザム魔晶石装備していない？確か装備してないといけないんだよな。これでいいね。あれ?もう着いたの?どうせダークエルフが待ち伏せしてるんでしょう?トネリコの木が切り倒されている。これはトネリコの木よ!なんてひどい!そうか。
そう、報酬もらい損ねたな。林は一つだけではないぞ。どこかの林には種があるはずだ。そうなんだ。先に言ってくんねえかな、そういうことは。なかなかひどそうだな。これか。トネリコの木がすべて焼き払われている。マジか。トネリコの木が切り倒されている。こんだけ徹底してやられてるんじゃもう無理じゃないか。種が落ちてるとかって絵的に見ればわかんのかな。ここで敵と遭遇、段差があるから攻撃できないじゃん。魔法かなぁ、やっぱり。エネルギーボルト、ファイヤーボール、かけてみっか。よし。すべて焼き払われている。しかしまあ、あれですね。ダークエルフがうろちょろしてるってことは分かった。まあ予想通りですけどね。
でもちゃんとピンポイントでトネリコの木だけを狙ってるんだね。さっき倒した連中はここにいたんだよね。ってことは今まさにそういう裏工作をしてる最中だから、ひょっとしたらまだやってない部分もあるのかもしれないね。それは全然関係ないんですけれど、ロードストー戦記の MMORPG ってまだサービスやってんのかな。なんかね、ロードストー戦記の MMO が出るって聞いてすごく嬉しかったんだけど、なんかちょっとこれじゃないかなと思って一度もプレイしたことはないんですけどね。皆さんの中にロードストー戦記の MMO やってる人いらっしゃいますかね。ソードワールドの MMO をやりゃいいのにな。グラフィック的にはね、ファイナルファンタジー11ぐらいでいいと思うんですけど。すべて焼かれてる。おっと？弱いな、ダークエルフ。なんか、まあまあ警戒してたんですけどね。魔法も使ってくるかなと思って。わざわざ階段まで作ってて何もないっていうのも、どうなんでしょうか。おっと、トネリコを探しに来たのか。残念だったな。すべて焼き払った後だ。そうですか。そいつは残念だ。ん、ダークエルフリーダー。なるほど。ファイヤーボール。おお、すげえ、クリティカル。相変わらずこのゲームのクリティカルの音は素晴らしいですね。よーし、来た。さすがにリーダーは一筋縄ではいかないのかな。ということもなかったね。トネリコは全て焼き払われてしまったのかしら。仕方がない。一度エルフの村へ戻ろう。そうですか。
精神点回復するためにね、違う村に一度移動してからでもよかったんですけど。なんだと、林がすべて荒らされていたのか。なんということだ。ダークエルフめ、トネリコがなければ村に結界を張れないことを知って林を荒らしたのだ。でしょうね。早く対応しないからだよ。ダークエルフも人間も森を傷つけて何とも思いはしない恐ろしい生き物だ。いや、一緒にしないでくださいよ。たとえ村が滅びても水と土の精霊石は守らねばなるまい。万事休すか。いや、待てよ。確か谷の奥に隠された森があったような。え？谷の奥に隠し通路があって、その向こうに森があった。子供の頃に行った覚えがある。あそこならトネリコもあるだろう。谷の奥にある岩を調べてみるといい。はーい、行ってきまーす。ちょっと待って、一旦精神点回復していきましょうよ。ボルに移動して、そしてトルに戻る。あ、エルフの村に行く。よし、セーブ。難しいね、ルートが。あれ、ここじゃない。あれ、こっちじゃないな。間違えました。またさっきのとこで出てこないだろうな。まあもういないのか。降りて、
その今まで見つかってなかった隠された森があるっていう話だけど、非常に分かりづらいところにあるんでしょうし、ね、教えてくれりゃいいのに直接。あ、ここでいいのか、隠し通路があると。はい、洞窟、このも洞窟を抜けると森があるのか。さすがにこの先にドワーフじゃねえや、エルフはいないよな。あ、モンスターはいるのか。ヘルハウンド、よし、お、宝箱だ。罠はないと思う。なんかこのゲームなんかめっちゃ金手に入れて、すごい能力を上げるっていう裏技というかね、そういう技があると聞いたことあるような気がしますけど、魔法の装備とかね、売っ払って、なんか神殿とかで能力値上げるのにお金が必要なんだっけ？ちょっとよく忘れちゃったけどね。まあでもそこまでね、ある種、裏技的なことしなくても十分クリアは可能でしょ？スーパーファミコン版やった時にね、特段何かこう、キャラを強化したりとかした覚えがないんだよな。なんかいる。あれ？気のせいか。あ、いたいたいた、ほらほらほら。ケイブベア。何回攻撃してきてんのこれ。3回も攻撃すんの。硬いな。強い。そうでもない。こっから来たのか。宝箱がある場合があるからね、広いからめんどくせえって言って探索をしないでいると損しちゃうかもね。損しちゃうかもね、ってか損してるよね、きっとね。まあでもね、あんまり時間かけてね、探索とかはしてられないんだよね。行き止まりか。
経験点はね、敵倒してももらえないのはいいとして、なんかお肉とか毛皮とかをね、持って帰って売っ払ったりとかね、そういう要素はあってもよかったんじゃないですかね。しかしなんだっけ、タルフィーさんだっけ？よく子供の頃こんなとこに来たな。地下に降りてきちゃったけど、森あんのかい？これ本当合ってんのか？正解かな？誰だ？あれはドライアードだ。ここは隠された森。あなたたちは何の用でここへ来たのですか？この森にトネリコの木はありますか？私たちはトネリコの実を探しているのです。トネリコはここを南に下ったところにいますわ。てかさ、他の木となんかこう分かりやすく何かこうちょっと違うようにしてもらいたい。この木には実がついていないみたいだ。もう少し他の木を探してみよう。なるほど。この木みたいに単体でポツンって立ってるのかな、街灯の木は。光ってるとかさ、色が違うとか形が違うとかなんかないんすか？これか。違う。これか。なってるぞ。よし。手に入った。これを持って帰れば、報酬がもらえると。一応ドライアードさんに挨拶してから帰るか。その通路を使って人がここに来たのは200年ぶりじゃないかしら。
200年前にエルフの子供がここに来たのですよ。はい。いつも不思議になるんですけどね、どうやって数えてるんでしょうね、200年とかね。1年っていう概念があるのか。まあ一応あるか、季節があるんだから。さてと、じゃあ帰りましょう。あれ？帰れない。あれ？視界に入ってないシステムやだな、もう。あれ、めんどくせえ、あるって帰んなきゃいけないのか。あ、てか帰りに何かイベントあんのかな？結構わかりづらいんですよね。やっぱ直接出なきゃダメか。おっと、やっぱりそういうことだったか。邪魔な奴らめが、お前たちの持っているトネリコの実をエルフどもに渡すわけにはいかん。ここで死ぬがいい。ファーザン。魔法。ファイヤーボール。拡大しない。カリナ。敵を永遠の眠りに落とす。どうしようかな。強い魔法をするほどでもない気がするんだよな。精神集中を満たし魔法を使えなくする。ファイヤーボルト。ファイヤーボルトでいいか。あ、そっか。よし。あれ？まだいた？あ、あそこにいんのか。バーザム。あれ？魔法、魔法。
よし。じゃあ、これで戻れるようになったかな。トネリコの実を持ち帰ったのか。これで村を守ることができる。礼に守り石と眠りのオカリナをやろう。役立てるがいい。はい。経験点596。ちょっと持ち物を確認しましょうか。エリディン、眠りのオカリナ、ララバイを奏でる。これは、誰でも使えるってことなのかな？それと、守り石。一度だけ死から救ってくれる。なるほどね。まあ、ハチワレが持っててもいいのかな。いや、バラムが持っているべきか。あれ？アイテムを渡すってどうやってやるんだっけな。このゲームアイテムを渡すっていうのがちょっと特殊じゃなかったっけ。どれでしたっけ？あ、これだ。アイテムを渡す。バラムが、ヒールストーンをカリナに渡す。そして、ハチワレの守り石をバラムに渡す。バラムが、いざとなったら、あれ？あ、生き返しの魔法ってレベル5じゃ、覚えられないのか。まあでも回復薬がね、倒れない方がいいと思いますので。あの実があれば村に結界を張ることができる。礼を言わせてくれ。谷の奥に隠された森があったとは、タルフィーのお手柄だな。いや、私のお手柄でしょう。これでようやく平和に過ごすことができる。さあ。これで、めでたし、めでたし、というところですが、次の町まで行って終わりにしようかな。何？村を出ようとした瞬間、村の姿が忽然と消えた。これは一体？結界を張ったんだ。これでもう、この村はダークエルフに襲われることもない。はい。トイン。あ、違う。なんか見た目が全然違うキャラクターでパーティー組みたいなっていう気もするんですよね。なんか新鮮だなと思って。また一からやり始めるんだったらね、全く違うパーティーでやりたいですね。お？おや、こんな田舎の村に何か用かい？残念ながら仕事になりそうな事件はないよ。しかし南の海で大きな事件があったみたいだよ。どんな役員かね。ああ、これメインの話と関係ある。なんか、海に絡んだ、ボスじゃなかったっけ。南の海ですか。南の海。とりあえずエマに向かうか。
なんか顔が、顔だけなんかさ、手抜きっぽくない？ナイトシェードって知ってるか？有名な盗賊少女だそうだ。知ってますよ。こんな田舎を出てオランに行きたいな。ナイトシェードに絡んだストーリーってやってないんだっけ俺このゲームで。小説とかにも出てきますよね。いらっしゃい。どんな要件かね。オランやエレミアでも行ってみたらどうだい。商人ってやつにはろくな野郎がいないな。いらっしゃい。何か用かい？なんかみんなオランに行かせようとしてるね。やっぱこれでお話がなんかもう終わりに近づいているのかな。なんかエンディングに向かう、エンディングっていうかね、ラスボスの方に自然と向かわせているような感じがしますね。まあやってないシナリオいっぱいあるんでしょうけどね。いらっしゃい。何か用かい？おお、来たな。魔術師ギルドからメッセージが届いている。早々に来てほしい方だ。よし、じゃあそれを見てから終わりにしましょうかね。魔術師ギルドか。お待ちしていました。どうぞ奥のバレン同士の部屋へお入りください。どれだっけバレン同士。あれ、待って、あー、すいません。この奥へは許可されたものしか入ることはできません。よく来てくれた。君たちに伝えなくてはならないことがあるのだ。君たちは落ちた都市レックスでカレイドスコープを見つけたが、あれはとんでもない代物だったんだ。詳しいことはマナライ様に聞くといい。ついてきなさい。マナライって魔術師ギルドの最高同士の？私たちは本当にとんでもないことに首を突っ込んだようだ。バレン同士の後についてギルドの塔、三角塔の内部を進んでいった。長い通路と階段を進んでようやく一つの部屋に通された。バレンか。もう彼らを連れてきたのか。早いな。ハチワレ、お前たちがレックスから持ち帰ったカレイドスコープだが、あれは強力な封印だ。お前たちは封印を解き、悪しき神を呼び起こしてしまったのだ。我々ですか？ミードコでそれに関係した事件が起こっており、行って調べよ。そして蘇った悪しき神の行方を探すのだ。責任は重いぞ。心してかかるのだ。場合によっては水中での調査が必要になるかもしれない。この精霊の息を持っていきなさい。ミード湖、カーン砂漠、そして海の沖合で多くの異変が起こっているようだ。恐ろしい結果にならなければよいが。これ、久しぶりに、メモをしときますかね。ミード湖。ミード湖、カーン砂漠。海の沖合、沖合で恐ろしい異変が起こっている。我々が、持ち帰ったカレイドスコープが封印だったと。悪しき神が復活してしまった。これを持っていきなさい。
まだ封印の力は残っている。大切に扱うんだ。ことは一刻を争う。急いでくれ。カレイドスコープも渡されたと。はい。といったところで一旦、ね、今日はこれでおしまいと。はい、一番にセーブ。はい、じゃあ今日はね、これでおしまいにします。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ソードワールド PC、ね、もう、ラストまで、間もなくってところなんでしょうかね。でも、なんだっけ、武器を集めろっていう話があったよな。あれもまだ中途半端だったような気がするんだけどな。まあいいや。じゃあまあ、近いうちにまたお会いいたしましょう。さよなら。